ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ナッピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今回は島村大感謝祭で島パと行ってまいりました。大感謝。今回はラファーファの人気モデル小川美子さんのおすすめアイテム、バニラスタジオの新商品を購入してまいりました。はい、こちらでございます。裏シャギロゴプローバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は店舗オンラインとも 3L と 4L、 そしてカラーバリエーションはこちらのブラックの他にキャメルとターコイズがございました。ロゴにパールのパーツが5個ついている、これがポイントのプローバーでございます。裏までね、しっかりついているので取れる心配もございませんね。ネックラインはリブのボートネックに、肩の落ちたドロップショルダーの長袖となっております。袖口はリブでございますね。裾もリブとなっております。機能感ある裏シャギーで、これからの季節もあったかく着用できそうでございます。はい、コーデをする前にフナピーインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら裏シャギーロゴプローバーでコーディネートしてみたいと思います。ムムさんのコクカーデガンにボトムスは、ひなさんのワイドパンツにベージュのパンプスを履いてモノマネコーデをしていました。ふなぴーがモノマネをすると、あーなんかちょっと今日寝違えちゃったかなって言った感じに見えちゃいますね。はい、こちらの裏シャギーロゴプルオーバーでございますね。なんといってもこのロゴにパールのアクセントが効いております。ちなみにこちらのロゴはフランス語でベニーと言います。ドーナツの意味でございますね。可愛いけど大人女子としてはちょっと微妙な感じはしますね。ちょっとね、調べなきゃよかったかなって言った感じがしております。ネックラインが横に広いボートネックで、デコルテも綺麗に見えます。とはいえども、これからの季節ちょっと涼しげでございますわね。ただレイヤードしたらいいんじゃないでしょうか。長袖はゆとりある長袖に、袖口がリブになっていますので、さっと腕まくりもできます。生地はふんわり柔らかなスウェット生地で、裏は裏シャギーとなっております。裏起毛よりちょっとだけね、起毛が長くなっております。ただ島村さんの場合はあんまりね、区別がつきません。フナピーは正直言って、そして滑らかな肌触りで、袖通しもよく、着る時から脱ぐ時までずっと暖かく心地よく過ごせます。こんな感じでしっかり伸ばすと、164センチのフナピーでしっかりね、腰まであるので暖かいです。ただまっすぐにしてしまうと、やっぱりね、このフナピーのポッコリお腹がね、若干ちょっと目立ちますね。こうまっすぐしちゃうとね、ふわっとこう着用した方がいいのかな。まあ贅沢を言えば、サイドにスリットなんかあるとね、嬉しいですね。はい、次行ってみましょう。ボトムスはスマイリアのサイドポケットナロースカートに、
黒のパンプスと持ってるバッグはムムさんの巾着バッグでコーデしてみました。トップスの黒がうまくパープルカラーを引き締めてくれるので全体のバランスがよく取れます。ハイウエストのスカートなのでトップスはねこんな感じで折り込んで中に入れてすっきりさせてみました。では次行ってみましょう。インナーにユミさんのパルバイユミのレースメロンプルオーバーにボトムスもユミさんのパルバイユミのマーメイドスカートとベージュのパンプスと持ってるバッグは星玲奈さんのショルダーバッグでコーデしてみました。ダークカラー同士の組み合わせですがロゴとパールで沈んで見えないのが嬉しいです。ネックラインや袖口にメロを見せてフェミニンなコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。インナーにファイバーヒートのハイネックプルオーバーを着用しボトムスは岡田ゆりさんのワイドパンツに黒いパンプスと羽織ってるコートはツーピンクのチェスターコートと持ってるバッグは千鳥帽子の小さめのバッグでコーデしてみました。ワントーンコーデにチェスターコートを羽織ればロゴをチラ見えさせて色のメリハリで着痩せ効果も期待できます。ファイバーヒートのハイネックでますますあったかいですね。では次行ってみましょう。トップスは内側に折り込んで短めにしてインナーはリアフル内田屋さんのハイネックメロープルオーバーにボトムスはシーズンリーズンの巻き下丈フレアスカートにテラさんのテラウェア M のハーフストレッチブーツでコーデしてみました。インナーの色とスカートの色をロゴの色とリンクさせたパキッとしたモノトーンコーデを作ってみました。足元を同色のブーツで合わせれば足長効果も期待できます。はい、これでうなぴーのシマパトアンドコーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。